武田信勝は、安土桃山時代の人物。海、武田氏の第21代当主。父は、武田勝頼、母は、美濃国衆、東山直門の娘で、織田信長の幼女である、龍マーサルイン。戦国大名としての海、武田家の最後の当主であると考えられている。公葉軍艦によれば、信勝は、A60 年11月1日、諏訪勝頼の長男として、 稲高東城に生まれたという。か武田氏は、新元紀に、信の信仰を行い、父の勝頼は、信の諏訪氏の娘を母とした、信玄書氏として生まれ、諏訪書流の高東諏訪家を相続して、高東城主となっていた。武田氏は、北新地域をめぐり越後の上杉謙信と交争していたが、永禄四年の第四次川中島の戦いを機に、 北新をめぐる争いは収束し、尾張国の織田信長と友好的関係を築くなど外交方針が転換していた。a 6八年十月には信玄着難の武田、義信が無本により敗着され、勝頼が武田家正治となる。公用軍官によれば、信勝聖母の龍馬サ院は、奥、美の国衆の内儀、東山市の出自で、この頃東山市は、終わりを出し、 カイヌ・田氏の両族関係にあって、リュウ・マサルンは、信長の幼女として、A68 年に、武田家へと次ぎ、A610 年に、信勝出産の際に死去したという。元気2年に勝頼と信勝は、甲府の筒子ヶ崎館へ移っている。元気4年4月12日には信玄が死去し、紅葉文家によれば信玄は遺言として、自身の死の3年秘徳と、 信勝成人まで勝頼よりが人代を務めることを命じたという。勝頼より期に、武田氏は、天正三年の長篠の戦いでの敗退、お立ての乱後の光越同盟の締結、交渉同盟の破綻を機に、外交方針の再構築を行っているが、その一環として、お出氏とのは僕が試みられている。天正七年十一月十六日に勝頼は、信勝の元服準備を命じており、 年内には、元服が取り行われたとみられるが、これは、織田家との縁を持つ信勝を当主とすることで優和を図る意図があったと考えられている。信長後期、降乱期によれば、天正十年二月、織田信長、徳川家康の改信校が始まると、織田、徳川勢の構成、有力家臣の離反により、武田両国は崩壊し、勝頼は三月三日に新府城を放棄して、 軍内領主の小山田信繁を頼るが、信繁の離反により3月11日には、天目山の麓の電屋で、小高新の滝川和松に捕捉され、信勝は、勝頼や、家臣の後部勝助、土屋正常らと自害したという。去年16、信勝の死によって、白木三郎義光から続く名門がい武田氏着流は滅亡した。武田家の名跡は、 重廷の穴山勝千代が次、勝かつ千代創生後は、徳川家康の伊豆を、武田新吉がその名跡を継ぐが、これも溶接したため断絶している。このため、武田の着流は、武田信道の系統の伊豆竹だけとみなされ、右与曲折の末にこの家系は、皇家として存続した。ありがとうございます。